岩本初恵の半年後最高の自分になる。皆さん、経営学の始まりです。今日はですね、もう5月なんで、父から学んだ経営学をですね、ちょっと話していきたいと思います。このオンラインサロンって、こう皆さんの運気が上がるように、まあ、入会費っていうのは全額給付しているんですけど、それで毎年毎年ですね、運気がどんどん変わってきてる、良くなっていってると、プラスしてですね、学ぶことだったり、試されことだったり、なんかいろんなこう試練だったり、逆に多くなるんですよね。逆に多くなるということは、それ以上のいいものが来るっていう教えなんです。それが一番こう父が教えてくれたことかなと思います。だからこう、いいこと悪いことも、悪いことが来た時の方を喜んだ方がいいっていうのを父はずっと言ってたんですね。で、これが経営学に私はものすごく生かされましたね。経営者って決断する毎日で、毎日こう考えることが多くて、それでいろいろですね、業者様対応だったり、社員教育だったり、それからいろんな方とこう会話することだったりで、会話力も必要ですし、判断力も必要ですし、で何よりですね、こう情報を入れてそれをどう伝えるかっていう解釈力っていうのも必要なんですね。でこの解釈力をする前に、父がずっと言ってた、そのいろんな試練が来たっていうことは、いい方に行くっていうのをとっさにこう転換できる、プラスの転換できることが実は経営者には一番必要と言ってました。だから同じように、まあ、振り子の情報ですから、振り子と同じですかね、人生っていうのは。だからいいこともあれば悪いこともある、悪いことがあればいいことがあるという振り子と一緒で、真ん中に止まっていること、いい状態の時って止まっていることって人生はないんですよ。だから悪いことが来た時っていいことがあるという、この転換をできるかどうかが経営者の一番の器かなと思ってます。だからもし乗り越えれない、こう自分にとってのこう辛いこととか、乗り越えれないこれはと思った時ほど、それの倍のその富がやってくるということなんですよ。だから人間ってこう病気したり入院したりして、あの時の病気があったから今の自分があるという人たくさんいらっしゃるんですよね。だから死に目に遭ったことのある人っていうのは経営者に多いです。それとその借金をあって、その人の借金を返して、なんか何億っていう借金をあったのに、そのもう今生かされていると思った瞬間から、経営者って皆さんこうどん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 階段を上るごとく、螺旋階段を上るごとくですね、良くなった人ってたくさんいらっしゃるんで、だから一番こう父から学んだことで、飽きない経営、そしていろんなこう負けん気だったり、この負けん気ってですね、皆さん度胸とか勇気とかいろいろこう必要と思ってるでしょ。経営者ってこう度胸もいるし、勇気もいるし、負けん気もいるしって思ってあるかもしれませんけど、実はですね、負けん気とか度胸とか勇気とかいうよりも、実は人を思う気持ちの方がいるって父は言ってました。それが、人を思う気持ちがある人の方が本当は度胸、勇気がある。どういうことかというと、まあ、皆さんと思うかもしれませんけど、実はですね、本当に強い人っていうのは人を許せる人なんですね。で、人を許せない人が弱い人なんですよ。で、どこまで行ってもですね、あの人はとか、ちょっときついとか、なんか許せんとか、人としてどうかとか、人を非難する人って弱い人の方がするんですよ。だから人を本当に許せる人っていうのは、心からこう負けん気とか、その勇気とか、こう自分の中のこうもやもやっとしたものっていうのを自分で収めれる強さっていうのが、実は足りなくなっている人の方が人を許せないんですね。だからちょっと人の言葉にすぐ引っかかるとか、人をこうすぐ非難するとか、なんかもうこの口調が荒くなるとか、なんか犬でもそうですけど、弱い犬ほど吠えるっていうね。だからもうそこを考えたら、冷静着々と本当にいい方に考える冷静さと、で人を思う気持ちっていうのが、実は経営者には必要なのかなと思います。私たちって誰でもそうですけど、人と人って支え合って、人って前も言ったと思うんですけど、自分と同じ考えの人っていないんですよね。いろんな考えがあって、なんかいい方に考えれる人と悪い方に考える人と、
いて、それをどう解釈するかによって会社が成り立ってるんで、真ん中を取っていい話も悪い話も来ないと会社発展にはならないんですよ。いい話ばっかり言ってたら誰も気をつけなくなるし、誰でもこうもう悪いことは来ないと思ってどん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 行くけど、気をつけて謙虚にっていうのはなくなっていくんですよ。そう考えたら悪いことでもマイナスのことでも誰かがここは謙虚に、ここは気をつけていこう、ここはちょっとお客様の身になっていこう、ここはちょっと見直す時やないとかいう人と2つおって会社というのは成り立ってるんですよ。そう考えたらやっぱりいいことも悪いことも全てをこう前向きにしていくことがいいのかなと思います。これですよ、皆さんで前向き改善ということが一番必要なのかなと思います。これはですね、考えることで止まっちゃダメです。考えて考えてというと人間で体が動かなくなるんで、動きながら考えるというのをちょっと癖づけてみてください。動きながら考えていかないと人間は後ろ下がりになるんで、前向きにはなれないんですね。で、こたつによーら座って、椅子によーら座って、ソファによーら座って前向きになった人一人も見たことないです。何かしらこうYouTube 見るとか、耳で聞くとか、何かしら目でこういいもの、楽しいものを見るとかで、何かこう料理をしながらとか、それで掃除機をしながらとか、茶碗を洗いながらとか、何かをしながらの時の方がアイデアが出るっていう人が多いはずです。だからそれを考えてもですね、私たちってみんながこう動きながらアイデアが出る、そして動きながら考える、動きながら前向きになっていく。そうすると本当のこう強さだったり、負けん気だったり、飽きない経営に必要な度胸と勇気が身につけるのかなと思います。その度胸と勇気は人を本気で許せる人、人に優しい人、それと何様でこう話す人じゃないということをちょっと気がけて謙虚になっていった方がいいのかなと思います。そして自分でこう仕事ができるって思う人もいっぱいいると思いますけど、仕事ができないっていう人もいっぱいいると思いますけど、両方がいて会社は成り立っているということを忘れなければ人を非難しないと思います。仕事できない人も可愛いもんじゃないですか、自分でできないと言ってるんですから。仕事できる人も可愛いもんじゃないですか、人を救えてその結果が何回も残せるんですから。そうやって補っていくというのが父の教え、経営の教えでした。またねー。